はい、ではテーピングやっていきます。手首の安定性を出すテーピングなので、目印はですね、手首を動かした時、このシワができるところを中央にします。この下すぎても上すぎても効果が出ないので、ここをど真ん中にしてテープを巻いていきます。でラケット競技、グッと握るっていう種目の方はグーで、そうではないパーで、バレーボールとかですね、打つっていう方はパーでお願いします。でここを中央にしていきます。で手首の形的にこうまっすぐ張ってしまうとシワができてしまうので、少し斜めに張り始めます。でグッと回して、血が止まらない程度に後ろは手で添えて、またグッと、で少し斜めに返ってきます。でここで一度切ります。これを少し5分の1程度重ねて、もう一度同じ角度で巻きます。締めすぎないようにして、巻いた後は巻かれた方にどういう感覚か聞いて終了してください。